こんにちは、PIK の村井です、いつもジンドゥの無料電話相談、にお電話くださいまして誠にありがとうございます。今日は3本ぐらいかかってきましたね、無事解決でございました。たくさんのお電話をいただいて、たまにね、病院行ってたり食事に出てたり電話に出られなくて、ご迷惑をかけてることも多々あるかと思いますが、諦めずにかけてみてください、ね、せっかくかけようかなと思ったんですから解決してください、皆さんが疑問に思っていること、ちょっと困っちゃってるんだけどって、ね、思っていること、一番、電話が多いのはですね、検索エンジンに引っかかんないってやつなんですけどね、それはもう公開してますんでね、そっちの方はそっちを参考にして、で、どんどん検索にヒットさせていただきたいと思います。ただね、皆さんね、勘違いしないでいただきたいことがあります。ホームページは作っただけで集客できません。検索に引っかかっても集客なんかできません。大事なのはホームページのね、コンテンツの側なんで、どんないいデザインのホームページだって集客できない、ね、そんなもんなんです。で、じゃあ集客する方法は聞いてください。お答えします、ちゃんとね、それからね、ホームページデザインよくしたいって言ったらぜひ声かけてくださいその時はね、お役に立てると思います。あとね、弊社からは営業の電話など一切かけません、お電話をいただいても、よくね、あるんで、やっぱりね、詐欺じゃないかとかね、疑問に思うらしいんですよ。でかけた方はみんな分かってます一切電話もしてないんで、何回もかけてくださりますね。1回の、ね、利用していただくと2回も3回もかけていただきます。やっぱ安心していただけるんだと思います。こんなやつですね、皆さんのねからいただいた質問や疑問はね、ジンドゥの、なんだっけ、コミュニティフォーラムの方でもね、お答えさせていただいてますんで、どんな感じかそっちの方も覗いてみてください。だいたい多く出てくる質問はそっちに載ってると思いますので、ほぼできったんじゃないかな、ジンドゥの困りごとっていうのはね。だからコミュニティフォーラムの方を見ていただくと大抵のものは載ってると思います。それもいずれは弊社のね、ホームページの方でまとめて FAQ にしようかななんて思ってますけども、そんな感じでね、皆さん、お気軽にお電話ください、ね、お電話お待ちしております。ではでは。